こんにちは、チームハロンズです。この動画は、米国以外の経済指標のエコノミストの見方を紹介する番組です。今回は5月16日、日本時間10時30分に発表されるオーストラリアの死だ新雇用者数です。新雇用者数は、統計局が公表する労働力統計の要素で、失業率や労働参加率などと合わせて公表されます。データは調査期間中に雇用された人の増減を示しており、フルタイム雇用者とパートタイム雇用者に分けられ、 労働市場の質を見る場合に着目されたりします。こちらは、新雇用者数、インディードジョブインデックス、求人広告件数の推移を並べた図です。求人広告件数やインディードジョブインデックスが緩やかに減速する中で労働市場への加熱感は感じられず、パンデミック前の平均である2万人前後での推移が見通されています。次にこちらは、オーストラリアの知月新雇用者数に対するエコノミスト予想です。 エココノミスストののの中央値、いわゆるるンンンセンサスは23,700 3 6,600人人と、月の 6, 減少の反動からリバウンドすす。見込みですただ、ランキング1位、2位はコンセンサスを下回る予想であるのに対し、3位と4位はコンセンサスを上回る見通しを示しています。上位のエコノミストを信じるなら、下振れとなりますが、予想が分かれている点では、上振れるリスクもそれなりにあると思われます。 ここでチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から口座解説してキャンペーンにエントリーすると、通常の口座解説特典2000円に加え、新規取引1回1万通会場でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引料に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまたは YouTube 概要欄のリンクより先のページでご確認ください。 次にこれは、主張結果後のゴードル円の変化率を6時間先まで示したチャートです。サプライズは予想と結果の乖離具合を示しています。予想からの乖離と市場の反応はまちまちですが、おおよそ0.4%から0.5%、40銭から60銭ほどは動く可能性があると考えておいて良さそうです。お取引の際にはご注意ください。本日は以上になりますが、番組が気に入れば、グッドボタンチャンネル登録、よろしくお願いします。ご視聴、ありがとうございました。